はい、どうもニーナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。これなかなか撃てないやつですな。のホス防御側ギャラクティックアサルト遊んでいきましょう。いやー、そこの上にいて下が撃ててないってことは、下側というかその定置は取られちゃったんだろうな。まあそうね、せめて左側を援護しながらやってもらうしかないかも。あー、いるな。まずなんか降りてきた。ちょっと待って、敵が多すぎる。敵が多すぎて。レイヤーオーガナ姫か。上にもいる、上にもいただろう。いたんだよ。上にいるやつを倒してからじゃないとさすがに撃てん。ねえ、ねえ。エアリアルがもう一回来てる。エアリアルがもう一回来とる。アナキンスカイウォーカーがめっちゃ前出てくれるだろうから、ちょっとそれを。それもアシストしに行こう。アナキンスカイウォーカーを。またどこだよ。やめろ。結構あれね、序盤しっかり左で固め打ちしたってことか。右は全然ダメだったな。スナイパーはいっぱいいたけど、下のそのミサイルランチャーが置いてある場所、エリアを制圧することはできてなかったね。多分かき回してくれてるから撃てると思うんだよな。でこれ左を固め打ちするっていう作戦は、まあ、結構ありっちゃありなんだよね。ありっちゃありなんだけど、これ注意しなきゃいけないのは、これどれだけ SD が進んでるかが目安なんで、例えば今はさ、この左側、左側をずっと打ってるじゃん。だから左側は全然前進してないんだけど、全く打ててない右側はさ、すごい前進してきちゃうわけじゃん。まあ打ってるわ。そうすると左側が来てなくても右側がある一定ラインを超えてしまうと、この第一フェーズが終わってしまうので、痛い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 。これ以外的ないのか。とりあえず頑張ってくれ。これはアナキンスカイウォーカーの AE まとめて撃っちゃっていいよ。どうせあのそんなに余裕ないから、撃てるだけの余裕あんまないだろうから。逆にあれか、右側の方が前進した。いや、どっこいどっこい、どっこいどっこいだよね。で、あっち側がもうリセットされるから、これはもうあれだね、ラインが変わる。こっから行くの結構きつそうな気がする。多分俺が動いてるのしか多分見えないから、 SD に延々と撃たれると思うんだよね。おお、 ST じゃねえか。さすがに多分風船はやってるよな。おお、でもあのエアリアルをかいくぐって撃とうとしてる。しっかり撃ってるね。何の話してたっけ。まあ3月、まあもうすぐ終わりで、ちょっと今天候がね荒れ気味な感じ続いてるんですけど、週末には回復してきて気温がね20度超えてくるっぽいんで、一気にあれじゃない、花見も、花見日和もか。痛い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 。加速して春めいてきそうな雰囲気だよね。でも20度って4月の気温じゃねえよな。4月の気温ではないよな。味方左に展開してんな。アナキン長生きだね。とりあえず半分以上減らしてクルクル圏内に持ってってあげたいけど、スナイパーの人撃ってくれればいいのにね。それどころじゃないのか。スコープ覗いてってそれどころじゃねえんだよっつって、まあ、それどころじゃねえんだよっていう気持ちもわからなくもない。まあ、味方がね余裕があるときは。ウォーカーに命中。あまり効いてない。一応クルクルのチャンスではあるが、
ただここまで露骨にやってるとあれだと思うんだよな。敵もきちんとイオン魚雷出してそうだよね。次のロケットで狙え。ウォーカーが接近してくる。レイヤ姫こんなところに。あ、オービタル撃ってきた。これバリアの中にいたらオービタル耐えれるんだっけ。耐えれる。うん、ごめん食らってるわ。レイヤーもう下がった方がいいかも。多分目立ちすぎてる多分。悪目立ちしてしもてる。まあ俺は狙われるよな。まあそれはしょうがない。まあレイヤーの代わりに無双してんな。あれかオフィサーでも出してあげた方が本当はいい感じか。撃ててんだその状況で。さすがに壊すまでには至らなそうだけどな。ちょっと賞金稼ぎのペットが帝国軍に加わった。そろそろ射角が届かない位置だから。俺が拾うの遅かったせいで壊せなかったんだが。マジかよ。確実に地雷臭がするのに。あ、でも最後にくるくる無理だ。警戒されてるよね。そうだよね。そうでした。すいませんでした。すいません。わしが一瞬拾うの遅かったせいで。いや、俺だけ死んだんだが。ちょっと待って、俺だけ死んだんだが。俺だけ死んだ件について、泣きすかようか。頑張れ。とにかく前進だ。ボスクが狩りに現れた。気をつけろ。いや、4月か。4月。4月ってなんかあれだっけ、面白いソフトあったっけ。とね、ドグマ自体にも興味はあったんだけど、意外とそのグラブルが忙しすぎて、そうグラブルリリンク忙しすぎて、そのキャラクリとかやってる暇がなくて見送っちゃったんだけど、どうすか、なんか4月ってなんかいい感じのゲーム出ますか。サガの新作出るよね。久しぶりにサガもやってみたいんだよな。サガの新作が出るくらいしか知らないんだよな。4月の発売タイトルを。おい、中で使うな。中で使うでねえ。やりたい放題だな。まあ、トントンは使いますが、私の中での運用はしないことを戒めとしてるので。そりゃなあ。ほら、敵結構圧力かけてきてんじゃん。すごっ。アナキは結構長生きしとるから、あれ強そうだよな。アナキンがやばい。ちょっと下がって、ディオキシスグレネード。まあボスクでラインが上がってきてるから、ちょっとアナキン一人で行くのは厳しそうなんだよな。オフィサー伝言してあげた方がいいかな。アナキン生かしていく流れなら。まあ、これやったらちょっとオフィサー出すか。まあ言うてこっちに人数をかければ逆サイのあれを進めるっていうのは、まあ当然の策なんだ。皇帝が来たぞ。各員警戒しろ。当然の策なんだわ。
制圧した。よしよしよし、下がった下がった。いいよ。東半、西ハンガーはしばらく回復するまでは来ないんちゃうか。あ、もうてかもう取られてたもんか。これ大切なのは突っ込んで前に出ることだから、さすがにか、さすがに助けに行くか。アナキンを綺麗にアシストして、あ、遅かった。遅かったでござる、遅かったでござるよ。味方の精鋭が到着した。中学校も倒された。下げろ下げろ、敵のラインを下げるんだ。ここは対ボスク装備を装備して突っ込むのが一番じゃろう。今度は味方のレイを助けに行こう。いや、さすがにさすがに厳しそう。さすがに圧力落ちちまったか。 いいよ、入ってるよ。いや、出れねえ。味方からリスできねえ。よし、こっちもグリッチだった。敵もグリッチだ。やめとけ、もう普通に戦え。普通に戦え、みんな。おもんないやろ。なんでこんなことなってんだ。ハンガーを守りきれない。基地内に問題だ。ダメだ、どっちもどっちだ。どっちもどっちだ。奴らを止めるぞ。この撤退は成功させなければならない。ただ相手はグリッチ使ってきてるから5人いる可能性あるからね。5人の可能性を踏まえて結構慎重に行動した方がいい。5人の可能性を踏まえるんだよ。5人の可能性を踏まえるんだよ。行かれた。まあ1箇所はいいと思う。多分全箇所取られるのが一番だるいから。来てるぞ。危ないね。燃料貯蔵庫の爆弾を排除した。止めた。パルパティンが帝国軍に加わった。気をつけろ。出て出て。やってきてるぞ。相手もやってきてるぞ。相手もやってきてるからな、これ。なぜ解除に行かん。なぜ解除に行かん。いや、一箇所残しになっちゃうとやばいぞ、多分。吹き飛ばされれば炎が一気に回り、基地全体が危険にさらされる。もし一箇所残しにするなら積極的にもう人数削った方がいいよ。置かれたら負けるぞ、多分これ。積極的に、いやー、片方寄ってんな、これ。
内が助かる。やってるぞ俺。人数を削れ、とにかく人数を削れ、とにかく人数を削れ、とにかくこの10人を。とにかくもう頂上決戦というか化け物同士の戦いになってっから。バケモン同士の戦いだよ。バケモン同士の戦いおもんないって。輸送船の準備ができた。同盟軍の命脈は保たれたぞ。もうとんだバケモン同士の戦いだったって。普通にやれ普通に。それで勝っておもろいんか。それはこっちにも言えるかな。いやー、さすがにひどいね。さすがにひどいね。いや、もうこうやって無秩序になっていくとどうしようもないからね。わかんない人は何されてるかわかんないだろうからさ。理解してる人たちはいいよ。理解してる人たちは多少対応の仕様もあるからいいけどさ。いや、ひどいね。いや、ルール内で戦うから面白いんであって。ふぅ、というわけでね。いや、どっちもです。どっちもやってるんで、どっちもです。普通に戦ってください。というわけで今回は、ここまでにしましょう。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。